はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、いきなりね、車の中からなんですが、さっきね、ちょっと100均行ってきたんですよ。ほら、これね、100均のダイソー、かの有名なダイソーさんでね、いっぱい買ってきました。まあ、いっぱいっていうほどでもないんですけど、これね、カーシャンプーで、カーワックスっていうのはあったんですが、あんまりちょっと評価が良くなさそうだったんで買いませんでした。で、これはホイール、タイヤをねちょっと磨こうかなと思ってまして、でこれホイールね、ホイール磨き、これよくほら洗車場とかにね行ったら、こういうなんかほらスポンジっぽいのありますよね。あの自動洗車機のね、あのスポンジっぽいブラシありますよね。まあ、ちょっと柔らかい感じのブラシです。それの小さい版みたいな。で、あとこれね、汚れ落とし、車内用ということでね、これハンドル、ホコリ、手垢、汚れ、すっきり、まあ、20枚入ってると。これね、100円なんですよね。あとタイヤワックスはね、ちょっとさすがにオートバックスで買いました。これね、1200円ぐらいやったかな。これもね、シアラスタータイヤワックス、これはね、なんかちょっと有名なやつみたいなんで、まあ、今日はねちょっと時間がなくてね、このハンドル、ちょっと分かりますかね、だいぶねこう汚いんですよね。この辺とかね、皮の目の間にこう白っぽいね汚れが目立ちますよね。特によく握るこの辺ね、この辺が汚いんですよね。今日はこの100均で買った、汚れ落とし、試してみようと思います。ちなみにこれ成分は水とエタノールと除菌剤。すごいね、なんか簡単ですよね。まあ、そんなんで、まあ、落ちるっていうことかな。まあ、100均ですからね、ちょっとどこまで綺麗に落ちるかやってみましょう。ティッシュボックスみたいにね、真ん中から出るタイプで使いやすいわ。あ、濡れてる。あ、結構大きいよ。ほら、大きさは300mm×200mm。まあまあ大きいです。ハンカチぐらいの大きさがあるかな。ただのエタノールとねあ、これエンジン切った方がいいかな。合わせがね動くんで、はい、どうでしょうか。うわー、うるさこれね、ナビが消えるときすごいうるさいんですよ。よっしゃよっしゃよっしゃ、綺麗になっておくれ。これわかるかな、ちょっと黄ばんでますよね。こんな動画が伸びるでしょうか。年末のね、掃除の動画がね、結構ね、3万再生とかね、いったんで、意外とこの車の、この掃除道具絡みってね、動画伸びるんじゃないかなと思いまして、やっておるわけですよ。これだったらね、コスパいいですよね。100円でね、レビューができちゃうっていうね。まあでも実際ちょっと気になるところですよね。これただのウェットティッシュと、違うんですかね。なんかわかんないですけど、ちょっと確かに大判で、まあ、そんなに厚みはないんですけど、こう二つ折りとかにしたらね、結構拭きやすいです。こういうとこね、指かかるところが結構汚れてましたんでね。ああ、結構これ肉眼で見たらね、もう黒い黒い。はい、今これ2回目に買いました。これあんまり乾燥しないうちにやって早くやる方がいいかな。20枚あるんでね、ちょっと贅沢に。100均ですからね。いや、100均ってね、すごいですよね。20枚あるんで、ちょっと贅沢に2枚拭きしていきます。ほら、ほりゃほりゃほりゃ。ほんまに、これ。なんか取れてるような気がする。エタノールが、あれなんですかね。あ、ちょっと匂いが、注射するときのね、あの匂いがします。あれのちょっとかなり薄めた感じですかね。そこまでね、きつい匂いはしないんですけどね。あ、でもだいぶ消えなっとるな。室内。あ、特にこのドア周りね。やっぱね、こう100均のいいところってね、この、やっぱ安いからね、どんどんこう、使っちゃいますよね。手軽に使っちゃいます。もったいないなっていう気がしないですね。これでね、まあ、常日頃からこう綺麗にしとけばいいなと思います。はい、ちょっとね分かりづらいんで外で比べてみます。今これね、新品の、あ、まだサラピンですね。でこっちが拭いた方です。この色の差
わかんないですね。でもちょっとやっぱ黄ばんでるよ。ハンドル黒なっとる。これね、ほら縫い目のところ、この革のね、この革模様のところが、白い模様が取れたような感じがしますね。より黒くなってね。まあ新品の輝きとまではいかないですけど、だいぶね、綺麗になったと思いますね。はい、いかがでしたかね。100均ってね、やっぱいいですよね。何でも売ってるんでね、ついついね、買いすぎちゃうんですけど、意外とね、こういったカー用品もね、取り揃えてるということでね、まあ、今日はちょっとこういう、室内が拭ける汚れ落としということで、まあ、大判でね、すごい使いやすかったです。100円でね、20枚入りということで、まあ、一応エタノールが入ってるんで、まあ、それなりに綺麗になります。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ダイソーのね、車用品、車内汚れ落としでした。じゃあね、ボーイシュー。